えー、ミスターマヤさんメッセージありがとうございます。そして FX に興味のある方、FX でね、交互奮闘していらっしゃる方、動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、マインドのお話だったですよね。えっ、ー、と、ロットを張っていかないといけないってことは結構ね、度胸がいるんですよ。うん、そうなんですよね。なんか、1000円、2000円を使うのと、10万、20万使うのと、精神状態は変わってくると思います。まあ、私はすでに変わらなくなりましたけども、でも多くの方は変わると思うんですよ。それはやっぱり資金量とか資産量によって、えー、受けるダメージが、 受け入れる引き受けられる許容量が違うからなんですよね、えー、そしてもともと持っている精神力にも問題があると思うんですよ問題があるっていうのはいけないっていうことじゃないんですようんあのデモトレードでもああしまったと思う方もいればあまあ10万20万失っても、うん、すぐに気持ちを立て直せる方もいると思いますだからそこは精神を鍛えていく部分だと思うんですよで精神を鍛える場面っていうのは暮らしの中にいくらでもあるんですよね、えー、何かのスストレスを感じた時にそれが 自自分のの至ららななさかかるる己否定論になるのかそれとも誰かがね自分にストレスをかけてきてるからその人の縁を切らなくてはならないのかとかねでどういうふうにその自分の精神力を鍛えていくかってことなんですけどもやっぱりなんか断るとかねはっきりとノーと言うっていうことを繰り返していくことだとも思いますしうんそれから。 あ、やっぱ散歩譲るとかね。敵に塩を送っても勝つぐらいの余裕を持つこと。それを日々の暮らしの中で訓練することだとは思うんですよ。さ、その中でですね。今回はそのデモトレードでもおこの何ですかね。エントリーを根拠もないのに言ってしまうみたいなことがあります。あの待つっていうね。待つっていう精神力もいるんですよ。あのー、もう何日も3日も4日もね。エントリーするタイミングが見つからないっていう時でも。まあ私はずっとやってますけども。もうエントリーするタイミングが全然見つからないとうんで、そういう時でも。 やっぱりね、じーっと我慢して無駄にエントリーしないってことをやらなければならないんですよだから何もしないということをやるっていう精神力が必要なんですよねついついチャートを開けるとおこれはチャンスなんじゃないかなって思っちゃったりするんですけどもたまたま開けたチャートの時にエントリーするポイントチャンスが来るってことの方が珍しくってで逆にねあのエントリーするチャンスなんていつでもあるんですよチャートは24時間3 6 0日空いてるわけですからでそうなると今日のチャンス逃してもまた明日も来るさって感じなんですよ。 でよくねチャンスの女神に「後ろ髪はない」とかなんとかね言われますよく分かんない表現ですけども今しかないチャンスっていうことをね表現してるんですよね。でも今しかないチャンスが毎日生まれてるっていうのも事実なんですよ。うんだからね5年前に「今しかないよ」って言われたものが確かにその案件はなくなったけども5年経った今は別の「今しかないよ」ってものがやっぱり生まれてきてるんですよ。 だからね人類史上最後のチャンスってことはなくて人類がお人間がいる限りは、まあ、新しいチャンスっどんどん生まれてきてるんですよね。それは FX のチャート上にも現れてきてそのチャートってもうねすでに何回も何回も出てきた波形が波の形が今日も出てるんですよね。だからそれがいつ出たのかその後どうなったのかってことが暗記できていれば勝てるんですよ。でそういういい風ににして考えるといつもねチャンスに 溢れているののがチャートの世界だと思いますで今回ミスター真弓さんがね負けてしまうとちょっとねへこんでしまうとか精神力が弱ってしまうってことでそういう時どうすればいいんですかモチベーションどうやって上げるんですかってことなんですけども FX 自体でモチベーション上げることが難しいと思いますんで最初は。これはね FX を もうやめてパタンとねこれはダメだなと思って精神状態壊れたなと思ったらもうチャートから離れて楽しいことをやったりおいしいものを食べたりとかして全く気持ちをねガラッと変えていきましょう温泉にでも入ってね FX のことはしばらく忘れてくださいでまたチャートが頭にそういえば FX あの時どうだったかなみたいな感じで頭に登ってきたらよしって感じでリフレッシュして今日初めてチャートを開くんだよって今日初めて FX をやるんだよっていう気持ちを切り替えてまたね ログインしてみるとといいいいんじゃないかなか思いますあの基本的にはね連続してやった方がいいんですけども連続してやって行き詰まるようでしたらしばらく休むと <laughs> それでいいんじゃないかなと思いますよ。うん、でそのうち習慣になってきたらしばらく休まないというねあのチャートを開くことがそのまんまストレス解消になるとそういうフェーズになりますんでねそこまではやったりやらなかったりってところは訪れると思います。 まあそれでも苦しい時でもやるっていう方が、私はね、どっちかって言ったら一日の長があると思いますけどね。えー、以上でございます。答えになったでしょうかね。まあ、ストレスを感じるんだったら、ストレスから離れること。そしたら、またね、えー、そこに帰りたくなるってことなんですよ。で、ずっと帰らないってことは、FX が向いてないってことなんで、えー、FX と円を切るしかないかなと思いますよね。<laughs> はい。では、以上でございます。失礼します。